はい、どうもトロさんです。こんばんは。今日はまあ全面展望を見ていこうと思うんですけど、まあ12月19日のまあ四国の石槌7号ですね。僕ね、四国って行ったことがなくてですね、はい、まあたまたま都合があったので、じゃあ四国行ってみるかと思って行ってきました。人生初四国みたいなね。で、まあそうだね、四国の、まあ、電車の思い出みたいなのを頑張って話そうとすると、電車で GO のプロフェッショナル2に瀬戸大橋線が、あったことぐらいしかない。はい。いやー、瀬戸大橋いいよね。瀬戸大橋、瀬戸大橋ってさ、まあ瀬戸内海の島々の、まあ島々をまあこう飛び石みたいに渡りながら行くんだけど、まあすごい高いところ、海面から高いところにまあ橋がかかってて、まあ大型客船とか貨物船とかが通るっていうのは、まあみんなイメージできると思うんだけど、その各経由する各島々に降りる道があるのね、高速道路から。で、まあそれがさ、こう橋の橋脚の周りとか、まあそれだけじゃないけど、まあぐるぐるしながらさ降りていくわけですよ。この美しさ、いいよね。もう楽しくてね、瀬戸大橋、四国から、違う、本州から四国に渡ってきて、その後一回渡って、もう一回渡って、四国の中旅行するみたいな、よくわけが分かんないことをやってきましたよ。瀬戸大橋、はい、まあそんなこんな話をしていたら、まあ分岐点ですね。もうこっからね、宇多津駅の構内らしくて、で、まあこれ今右に行った線が瀬戸大橋を渡って、岡山に行く線路で、今ちょうど目の前ぐらい、画面右から左に、なんか動いてるの見える、赤とオレンジのやつ、あれがこの電車の前に連結をする線香の、岡山からの松山行きで、これは高松から松山に行く列車。はい。で、まあ終着駅だと放送があるんだけど、まあこれアンパンマンが書かれたアンパンマン列車でしたね。まあね、四国の2000系ね、昔プラレールあったんだけど、南風だと潮風だっけ、もあったんだけど、そうそう、あ、違う、ないよないよ、8000系だよこれ。そう、電車特急は、なんだっけ、新しいやつは出たけど、この古い方のやつはなかったね。うん。そうだそうだ。はい。というわけで、まあ、とりあえず連結作業なので、目の前が信号赤ですね。電車の信号機って車と違って時間で変わるわけじゃなくて、まあ、その先に電車がいないから入っていいよっていうことをか、表すので、連結作業の場合は必ず信号が赤です。はい。電車がいるところに入っていかないと電車連結ができないので。で、まあ、この今、さっきからずっとカンコンカンコンなってるのは、まあ、この先が赤ですよっていうのを運転士に知らせ、てるやつ、うん、はい。で、まず先行のさっき前に見えた特急が
ね、岡山駅から来た特急が到着して、まあ、準備が整うと、まあ、今前の信号機に斜め2つがつく、信号があるんですけど、まあ、これが連結のために入っていいですよっていうやつで、まあ、時速15キロ以下かな。で、入っていいよって信号。そう、瀬戸大橋のいいとこの2つ目はさ、このまあ宇多津駅の構内、さっきまあ右分岐していって瀬戸大橋に行くのと、今まあ右側の上から降りてきてる線路がまあ岡山から来るのとで、三角形ができてて、まあ、関東でいうとまあ西船橋みたいな、西船橋とかの京葉線みたいなもんだけど、それもね、小ぞいいんだよね。はい。で、はい、ポイント渡って、前から来た電車は各駅停車ですね。高松の方に行くやつが、2両編成。そう、この電車のね、なんか台車がかっこいいんだよね。もともと121系かなっていう、まあ、国鉄だかの電車だったんだけど、まあ、最近、改造して7000系ってなんていうのかな、今。そう、なんかね、革樹のね、カーボンの台車だかなんだかで、なんかね、すげえかっこ、黒いやつなんだよね。はい、ってことで、まあ、作業員の方の赤い旗のとこにとりあえず一回止まって、はい、でここからは運転手さんの判断じゃなくて、まあ、このおじさんの指示に従って、運転をしていくと。はい、ゆっくり進んでいきまーす。まもなく列車をつなぎます。つなぎますと揺れますのでご注意ください。で、まあ赤出したんで一回止まると。ありがとうございました。で、はい、最後連結です。降り口左側です。開くのにご注意ください。はい、というわけで連結終了ですね。まあね、ぶつけるだけでまあ一応連結はするんで。で、まあ、あとは貫通路、まあ、人が通れるようにしてっていうので、はい、連結の作業自体はまあ終わりです。ご乗車ありがとうございます。なので、さらに忘れ物は最後に見ようと。で、まあ、一応電気的につなぐスイッチがあるので、それだけ設定して、はい、というわけで、ね、瀬戸大橋のあたりの複雑なところを通り連結するっていうが、まあ楽しかったですよね、ここが一番。まあ四国いいね、うん、なんだっけ、路面電車の平面交差とか、路面電車と電車の平面交差とかね、そういう変なのとかもあったりするし、あとはね、まあなんかこうガラパゴスみたいな感じはするんだけど、独特の進化を遂げている。下灘駅も行ったけど、まあちょっと曇っててあれだったんですけど、まあ下灘駅も結構良かったですね。はい、では、まあ、電車つないだんで、まあ、ちゃんとブレーキが効くかの試験を今してるですね。はい、はい、
そう、四国ってさ、こう電車と気動車両方あるしさ、特急列車の松山行き潮風、なんかこういろいろあってさ、ほんといい。あの鉄道記念館伊予西条にあるんですけど、そこも行ってみてください、四国行ったら。あとは讃岐うどん、そう、あのね、帰りはね、あの高松からね、宇野に抜けるね船、まあ昔はその船しかなかったわけですけど、まあフェリーに乗って帰ってきてね、それもね、よかったんだけど、やっぱ時間かかるね、あの電車って早いよ、うん、とか、はい、とりあえずね、電車に乗りにね、四国に行くといいと思います。はい、というわけで、まあ、連結したんで、そろそろこの辺で失礼します。バイバーイ。